こんにちは、筋肉料理人です。今日はアジですね。アジの塩焼きの作り方を紹介させていただきます。こちらが今日料理するアジです。でアジといえば普通は真アジのことなんですけど、アジにもいろいろ種類があって、これは青アジと言います。で真アジとの違いは、ここのおひれの付け根に小さなひれがあります。ここに小さなひれ、この小さなひれがついているのが青アジです。まずは鱗を取ります。アジは一見鱗がついてないように見えますけど、細かい鱗がついてます。なので、包丁の刃先でこう魚のアジの体をこう優しくですね、あんまりゴシゴシすると身が痛むので、優しくこすって鱗を落とします。こんな感じで鱗が取れます。鱗を取ったら次にゼイゴを取ります。アジの仲間には、ゼイゴといって鱗が変化したトゲがあります。で触ってみると、ここにトゲがあるのが分かります。でトゲはこのおひれの前からこの辺までついてます。で、マアジの方が、このゼイゴが強くてこの辺までしっかりついてます。なのでこれを、切り取ります。このおひれの方からこうやって薄く切り取っていきます。包丁をこう前後させながら切るといいです。で、マアジの場合だとこの辺まで来てるので、こうやってこう切り取っていきます。頭を切り落とします。で頭はこの胸びれよりもこの頭よりですね、ここら辺でざっくりと切り落とします。そしてこの切り口から、内臓を取り出します。この切り口から内臓を取り出します。もう指を突っ込んで取り出していいです。で気持ちが悪いって時には割り箸とか使うといいですね。綿を取りました。どちらともこのよく見ると、卵が入っているのが分かります。で卵も取り出してもいいんですけど、もったいないのでこのままじっくり焼いて一緒に食べようと思います。焼く前に飾り包丁を入れます。結構深めに。そしてこの辺りは身が薄いので、身が薄いので腹を突き破らないような感じで入れます。この辺は身が薄いです。で反対側も。塩を振ります。塩の量は魚の重量の 2% ぐらいです。でこれが、350g ありましたので 7g になります。ですけど僕の好みでいうと 2% 弱なので 6g 振ります。ちょっと高い位置からこう振りかけます。そして塩を振ったら、できれば1時間ぐらい、置いた方が味が染みて、美味しいと思います。フライパンと魚焼きホイルを使って焼いていきます。でこちらのフライパンですが、どちらも同じものです。同じものなんですけど、こちらの方が古いです。フッ素樹脂が弱くなって、ちょっと目玉焼きとか作ったら卵がくっつくような状態になっています。でこちらの方は新しいです。で新しいのでこれを使えばもうそのままこれで焼いていいんですけれども、焼き魚をフライパンで焼くとフライパンがちょっと傷みやすいような感じがしますので、古い方のフライパンに魚焼きホイールをかぶせて焼きます。こうやってフライパンの使い分けをすると、新しい方のフライパンはフッ素樹脂加工が傷みにくいので、長く使えると思います。今から味を焼きますが、その前に、おひれに化粧塩をします。おひれが焼け落ちないように、分量外の塩をたっぷりとまぶします。フライパンを弱火にかけます。ちょっと熱くなるまで待ちます。ここに味を入れて焼きますが、味を入れるときには、盛り付けるときに上になる方を下にして入れます。盛り付けるとき上になる方は頭がついていた方、
頭がついていた方が左側で腹が手前です。なのでこの面が上の面になります。でこの面から焼いていきます。で片面10分、時間をかけてじっくり焼きます。焼いている間に大根おろしを作ります。で大根おろしはざるにあげて水気を切ります。10分ほど焼きました。返してみます。いい感じに焼けてるようです。で反対側も、10分焼きます。片面10分ずつ焼きました。もう焼き上がっているのでこれを盛り付けます。で今上になっている方をそのまま皿に盛り付けます。大葉を置いて大根おろしとレモンを添えます。そしてポン酢醤油を少し大根おろしに垂らします。青味の子持ち塩焼きの完成です。完成しました。それでは早速試食してみたいと思います。まずは身の方からいただきます。うん、フライパンで焼きましたが、ふっくらした焼き上がりで美味しいです。さすがにマアジと比べると、油の塗りはやっぱちょっと少ないですね。ですけど十分美味しいと思います。そしてこの魚卵を食べてみます。卵ですね。これポン酢醤油をつけていただきます。うん、これ美味しいですね。やっぱ魚の卵とか、あと白子ですね、とても美味しいものなんですけれども、青味のこの卵、マコもすごい美味しいです。卵の方が価値があるかも。今日は青味をフライパンで塩焼きにしましたが、マアジも同じやり方で、塩焼きにできます。お手軽なフライパン塩焼き、ぜひお試しください。